日中知事省庁フォーラムへの出席にと、それから遼寧省庁さんと個別の会談もやることになりましたので発表させていただきます。でまずこの日中知事省庁フォーラムは、第3回目ということなんですけれども、昭和49年にですね日中知事省庁交流のために訪中して以来、こうした中日友好協会と総合訪問して交流事業を行ってまして、平成24年に第1回、26年にこれは北京で第2回目、これに引き継いで第3回目ということでございます。で今回は李克強総理がですね、日中韓の首脳会談の後北海道を視察されるということで、それに合わせた形で北海道でこの省庁さんと知事会との、フォーラムをやるということになりました。テーマとしてはここにありますように、省エネとか環境保護、技術イノベーションの話、また観光プロモーション、地域経済の活性化、振興、あと防災減災と持続可能な発展ということでございます。私からは遼寧省を中心にですね、中国と富山県がこれまで、経済文化の面で交流したり、また観光の面でも交流があるわけですけれども、せっかくの機会ですから、経済文化面の交流を合わせて富山県の観光の魅力も改めて PR させていただいて、できるだけ多くの方に来ていただければと思っております。なお李克強総理は2005年頃は遼寧省の、共産党の書記をやっておられたわけで、その頃お会いしている。また2009年には副総理になっておられましたけれども、北京の人民大会堂で、お会いいただいたりした経過もありますので、今回も限られた時間ですけれども、それなりにお話ができる機会があれば大変ありがたいなと思っております。から1枚おめくりいただいて、遼寧省庁党一軍さんとの個別会談であります。党さんは今年1月に正式に就任されたということでありまして、富山県と遼寧省との友好関係をさらに発展させるための意見交換を行うということにしております。また8月の後半にですね、遼寧省に日中友好の40周年ということで、また4年前に遼寧省と富山県友好研修になって30年ということで1回行っておりますが、35年目は正確に言うと来年になりますけれども、来年は中国から来ていただいて、今年私どもの方からで向こうと思っておりまして、そういったことも含めてですね、党省庁さんといろいろ意見交換ができれば大変有意義ではないかと思っております。